間もちょっと持ってて、まあでも7666だね。166。朝170ありました。朝はちょっと測ってなくて、3日前。あ、3日前ね。この あります健康チェック。ちょっと見せてください。防災訓練ですね。9月1日には172って出てて。なんかじゃあほっぺたに持ってたから、その可能性はありますね。ほっぺたにいっぱい持ってると22で4グラムぐらい増えるから、ね、あ、そうですよね。うんちはこれ何、これ2日に1遍あれした時に、あ、これ2日に1回なんで、だ20ずつぐらいです。だいたい20ぐらい出てるんだ、はい、一時は。でも20でさ、体重が維持されるってことがすごいよね。おしっこはやっぱ買えそうですよね。そうですね。で、見た感じはまあまあこんな感じ、ちょんぼりしてない、あのこんな感じで、ただまあ寝てることは増えた気がします。そうだよね。でこの感情さ、70ぐらいにしてもらいましょうか。あ、はい、それで基準でちょっと、はい、これも結構さ見た感じでさ、買い取りまでの目安になるんでね、はい、じゃあ今の70ぐらいとして、はい、日にちがないからこっちがどっちなのかわからないけど、はい、OK、はい、また1枚出してみます、はい。でお薬は、この子いっぱい出てるんだけど、 A の1、2、3は2回やってて、 B は1回で、これが毎日です。 B は1回、はい、B って何、あ、そうか、いいね、1日1回いいね。ステロイドじゃないもんね。オッケー。で呼吸はどうなんでしょう。呼吸荒くなったりはしない。気持ちはないんですけど、やっぱりパッとこう巣箱を蓋開けた時に、はい、目が見ひめがすごい奥が白く見えた時があって、はいはいはい、ちょっと点眼なかなか難しいんだよね。点眼ありますよね。あ、うん、1個いただいて、まだ重要にいただいたんで。あ、そっかそっか。まあこの目薬にしておきましょう。はい。これもまあこれ白内障には効かないんだけどさ。はい、目の状態を良くする、環境を良くしてくれるから、はいはい、あのこれ私もさ、一人でやれって難しいんだよね、はい、こうだもんね、薬やるので精一杯で、そうそうそう、難しいんですよ、はっきり言ってね。このサイズ、キンクマゴールデンの目薬は私も、はい、入った。まだこの子だからでいいよ。他の子で抵抗されるとなかなか、二人じゃないと、一人がこうやってさ、はい、こうやって持っててお願いしますってやらないとさ、はいはい、なるほど、うん、こうやってこうまぶたをちょっと、こっちが私うまくいけないけど、こうやってちょっとまぶたを開けといてもらって、はいはい、もう先生にやらってもらわないとなかなかできない、はい、なかなかこれ柔らかいけど大丈夫、うん、なんか触れるかな、上腹部に。あら、まさか腫瘍とか。そうね、なんとなくかなりこの上の方、はい、なんとなく塊が触れる。あら、上の方ね、上腹部にね、はい、そんな大きくないけど、はい、場所的に言うと肝臓がある辺。ああ、なんか肝臓なんか出てましたよね。ケースが、ケースが、ケースが。絶対に肝臓が良くない何かが。あ、ビリルビン。出てる時ありますね。確か前回って言っても3週間、2週間半ぐらい前に肝臓の薬も追加してもらった記憶があって、もうだってそれぐらいしかやりようがないさ、はい、そうか、お年だからね、あのね、とりあえずさ、そこそこ食べてるからさ、はい、点滴はちょっとやめといて、はい、抗生症者療法だけやらさせてもらっていいですか、はい、ちょうだい、抗生症者、はい、うん、61分、そんで、
体全体と1個ハンドにして当てるから。そうしよう。最初ここ来た時はもしかして夏越えれないんじゃないかって思って。いや私もそう思った。申し訳ないけど、だからさすごいんだよね。まさか一緒に秋を迎えれるとは。9月を、はい、お願いします。でこれさ血流を良くする働きがあるんだけど、腫瘍、はいはい、の子にも使ってるんですよ。腫瘍、はい、を温めてアポトーシスさせる、はい、要は腫瘍細胞を自殺させて成長を遅らせる、はい、そんなこんな肝臓にもしかして しこりがあったとして、はい、まあ、肝臓じゃないかもしれないけど、はい、重複部にし ね、しこりがあったとして、こんな外科なんで絶対できないからさ、はい、1歳半までそこを腫瘍の手術するのが、はい、1歳半以降見てる子はもうちょっと寿命のこと考えると、はい、手術したらそこで寿命が終わっちゃう可能性があるからさ、はい、まあやらないですね、はい、1歳半までの子で転院してない子は手術の時だけどね、はい、こうやってお腹にちょっと当てて、なるべくこう苦痛なく穏やかに余生をパー君には過ごしてほしくて。そうですね、私もそう思います。だからあの抗生照射療法と、はい、それから、ま、あの吸入療法、はい、呼吸の方ちょっと楽にする、はい、その治療をやらさせてもらいますね、はい、で薬は今日出た方がいい。なんか今日忙しそうです。あの火曜日まであるのでまた火曜日に取りに来ます。いいです、すいません、はい、そうしていただけると助かります、はい、じゃあケースはいつものケースに入れば。はい、じゃあこの子104吸入酸素。はい、じゃあ今からね吸入療法と酸素療法でね10分お時間いただきますね、はいはい、じゃあちょっとお待ちください。